ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都杉並区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HF21。ビデオカメラの電源は入るが、画面が壊れて何も表示されないという状況です。データ復旧処理を行い、11時間1分の動画データ、100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。